手がもう先行っちゃって、ああ、うん、悪い時やん、はい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 、でトップとか出ちゃったり、あそうやん、そう、すごい体と手が一緒もあると、うん、綺麗な三角形、ね、よくなった、うん、めっちゃいいよ。北九州カントリーに来ております、はい、梅の7番ホール110ヤードですね、パー3です。太郎さんとかなこちゃんとの対決最終話です。最終章、ぜひ2人のインスタグラムやってますので、はい、概要欄からフォローお願いします。お願いします。115ヤードパー3ですね、51度でいきます、はい、やばかった。ちょっと待って。ボビーだ。落ちて。耐えた。耐えた。弾かれた。弾かれました。ピッチングでいきます。はい。はい、いや、うまっ、方向がやったんやね、これ、でかい、風でかいんだ、風、フォローやもんね、フォロー、じゃあ僕は50度でいきます、はい、うん、うまい、いいかも、うまい、これいいかも、じゃあマジ入って、おお、ナイス、ナイス、いきます、ショートでバーディー取ってくる、取りに行きます、ナイス、ありがとうございます。ちょっと前半やばかったけど後半だけでも、うん、かなこちゃんをやっつけたいんで、え、今後半一段負けですかね、私が、お、後半一段、後半だけでも勝ちたい、後半ゼロですかね、後半ゼロ、アジバオーバーなんで、あ、お、後半だけでも勝ちたい、後半リードしてる、危なあれ、上がり3ホールね、ね、もうバンカーやん、これ集中だ、バンカーです、砂の上、20ヤード55度でいきます、はい、おー、オッケー、いやー、まあ上手でしょ、うん、ナイス、入れました、入れます、ナイスアプローチ、58でいきます、はい、やうめえ、ナイスアプローチ、ナイス、頑張っていきます、はい、おお、ナイス、よっしゃ、これでかい、よし、入れたぞ、ボールに追いつきます、はい、バーディーパット、ナイス、ナイス、グッカッツ、おかえり太郎さん、ただいま、ナイスバディです。ナイスパー、ナイスパー、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスパー、おめでとうございます。嬉しいよね、バディはね、元気が出ます、本当に良かった。良かったですね。落ち込んでましたんで。落ち込んでました。落ち込んではない。とりあえず良かったね。良かったです。ナイスバーディー。これでみんなバーディー取りましたね。おお。今日は遠いぞ。花子さんのスコアとは。遠いぞ。今これでスコアが太郎さんと僕が並んで、うん、それの11打差で花子ちゃんが2オーバー。はい、2オーバーですね。トータル2オーバー。
はい、独走。独走よ、もう見えんよ背中が。同じスポーツしてるとは思いません。はい、おかしいです。おかしいです。運命のいたずらです。はい、では梅の残り2ホールですね。8番ホールパー4の283、はい、ちょっと難しいですね。これだいたいあそこにコースガイド書いてるんですけど、だいたい150から180フェアウェイを狙ってセカンドを狙うっていうのが普通だそうですけど、うん、太郎さんはウッドを持ってますね。7番ウッドです。7番ウッドで200。じゃあ200ぐらい打ちます。はい、ツルの首細くなってるってことね。来た。いいドロー。飛びすぎてるかも。ねえ、ダウンダウン。でもこのラインだったらどうなんだ。200はダメなのかな。でもいいよね。でも池までは250、うん、方向はね、まあ、230ぐらい。僕はもう10何歩叩いてるんでドライバーでワンを狙います。ドライバーでワンを。よし、では、はい、ピンまで311。はい、はい、なんかヤバそうな雰囲気が出てるんですけど、どこなら狙います。乗る距離ですね。行きは多分280以上打たないと超えない。うん、行きます。おい、来た。じゃあ乗ったやろ。ゴー。方向完璧。いった。おー、乗った。ナイス。多分乗ったやろ。方向バッチリやったね。すげえ、バッチリ。いった。なんなら超えたぐらいじゃん。いった。よし、キャリーではいった。行きました。男胸光。男です。振ったね。完璧やん。ねえ、そんなドライバー打ちたくない。私なんか黒いヘッドが出たよ。黒いヘッド。お、ね、4番で。4番アイアン。はい、4番アイアン。4番アイアン。耐えろ。入ってこい、入ってこい。ダメ、キック。お、出てこい、出てこい。ちょっとかな、これ。ここ狭いよな。ここ狭いよ。狭い。前からですか。はい、前から。ツルの首は細かったね。いやー、あった。おっせ。だけどもう思い切ってなんかね、長いやつに行ってもよかったのかもしれないね。うわー、これ本当刻むにしても細いっすよね。ああ、落としどころが。確かに。ラフもね、難しいですね。ティーショットからの。うん。難しい。でもこっからもね、なんか池越えなんで。あ、でも結構左も。左は広いんですね、意外と。うわ、俺転がって OB 突き抜けた。確かに俺ないの。良すぎて。あ、太郎さんも。ないのか。良すぎて。うわ、乗ってはないよ。太郎さんのは、え、ね、飛びすぎ、飛びすぎ、200。マジ。あ、でもまあ、1だ、バツなんで。ああ、俺はワンペナか。うんうんうん、なるほど。3番グリーンか。今の4鉄は、どういう感じで、こう右に出ちゃったの。浮いちゃいました。ああ、手元が浮いて。うん、手元がパッと浮いて。やっぱ4鉄だと上げたい気持ちが若干あるので、うん、それは気をつけなきゃいけないですね。なるほど、うん、低く出すイメージで打たないと腰が浮いちゃって。55ヤードを5発でいきます、はい、オーナイソン。ないぞ。じゃあ池に入ったんでワンペナ食らって、はい、3打目70ヤード、はい、56でいきます。ナイス。まあ、OK ね。うん、ナイスです。はい、うっす。
ショートだったな。ティーショット良すぎましたね、ちょっとね、ここにも完全に入ってしまいました。はい、180がマックスですね、ここは完璧に、うん、方向も良かったんです。そうなんです、ね、ダメやな、よかったら。うわ、硬い。グリーンオーバーしてて、オーバーしてこのペタペタなとこで硬い、ね、ペタペタやな。バンカーっぽく打ったらいいんかな。羽根なかったらバンカーみたいに打ちたいですけどね、ね、確かに足使い、あんま使いないし、うん、うわバンカーみたいに、ちょっと緊張するけど、ちょっと緊張するけどもういいや、うん、いける、勝負しましょう。こんな感じ、うん、いきます。はい、60度で。うぅ、怖っ。僕、激下り。うまっ、うまっ。あー、そこ早い。これもダメなんや。あ、でもいいや。うん、いいや、いいや。あの、奥の池に勘やったり、うん、うまく打った。これは正解なんなんやろうね。そうですね。逆に開かずにエッジから入れて、うん、じゃあバーディーパットいきます。はい、チェいきます。トールさん、切れる、来い。うわ、止まった、止まった、そうだね、今ライン乗ってた。この先です。おお、ナイスパー。パー、じゃあパーパーっていきます。はい、うまい、きた。惜しい。雰囲気あったね、今ね。おー、惜しい。ナイス。はい、ボギーです。ボギーパットいきます。はい、うまっ。ナイス。OB バーディー。あー、耐えた。うわ、マジで。いや、ナイスボギー。うまいよ、パター。うまっ。さすがです。 OB してもね、ボギーで、ボギーで収めて、パター、うまっ。これがまた特殊な、なんかすごい見たことないパター使ってるんですけど、はい、これ何ですか。これラブゴルフです。こっち見、ちょっと見せていいですか。これなんか刺さり方がすごいですね。ほら、すごい形、なんかグリップも変な方向に刺さってるんですよ。真ん中じゃない。そうなんですよ、なんかこうなってるんですよ。あ、本当だ。そう、ちょっとなんかここのシャフトはこう向いたんやけど、こっちからグリップが入っと、なんか自動的にハンドファーストになるんで。なるほど。すっごい激うまだもんね。いや、激うまパター、はい、普通に市販されてるんですか、パター。ネットで、あ、ネットで売ってるんだ。アメリカのパターなんかな。アメリカ、はい、へえ。ネットで、ネットでしか買えないんだけど。そうですね。あ、たまに店舗で売ってる、1回だけ見たことあります、東京で。マジ。ラスト1ホールですね。はい、ちょっと今日はどうでしたか。難しいです。難しかったです。難しい、風もありつつコースも難しくて。あ、コースもやっぱグリーンもなんか難しいんですか。ここ難しいです。なんかちょっとある、目があるのかなみたいな。なるほど、なんかたまにね、伸びますね、伸びたり止まったり。でもね、やっぱすごい初めてね、ノーゲーターで北間回って、すごい3オーバーでしょ。うん、ないですね。いや、やっぱすごいな。太郎さん、今日どうでしたか、ちょっと調子は。今日ですか。はい、もう今日はもう惨敗です。何やってももうダメでした。ちょっと本当なんか申し訳ないですね。そうなんですよ、わざわざ来てもらってね。なんかこう接戦を繰り広げたかったんですけど、宮崎から来てもらってるんで、わざわざ、ほんまよ、すいませんでした。でも、まあ、次はうん、必ず宮崎かどこで、はい、あったかいところで、はい、やりましょう。僕らが行きますんで、うん、ぜひ宮崎リベンジお願いします。さしてください、もう一回。いや、本当に。で、次またちょっと質問を皆さん、はい、こんだけ上手なんで、こういろいろ聞きたいことあると思うんで、うん、次回るときは質問を募集しますんで、うん、インスタグラムぜひフォローお願いします。お願いします。では、はい、最初ホールですね、梅の9番ホール、はい、パー4を右やけん326ヤード、
まっすぐ。はい、では最終ドライバーでいきます。はい、またしっかり振って、よし、いい、うん、大丈夫。大丈夫か。うん。はい、ナイスショー。よし、やべ。よしよし。ちょっと力んだ。最後ぐらい。決まってください。最後。構えたいですね。逃げるよね、右にね、今日。やば。帯です。まあ、ちょっとあそこ広いんで。あるかも。あるかもしれない。あるかもしれないですね。うん、左からもうちょっとなんか風が来てる感じが。うん、そうね。クラバできます。はい。ナイスショー、すごい、マジですごい、ナイスショー、これもう間引きやったもんね。あ、多分あるんじゃないですか。タロさんまた TR レッドに変えてました。はい、 6S です。 6S と今スピーダーのなんかグリーンを使ってる。 NX グリーンはもう NX グリーン変えました。また、あ、もう変えてるんだ。うん、ない、なさそうですね。マジか、めっちゃボールなくすやん。帯でした。今日ドライバーがちょっとね、いつものそうなんよ、太郎さんじゃないように、ちょっと全く捕まらんくて。じゃあ OB なんでプレー4から114ヤード、はい、アゲインストピッチングできます。あげよ、これは左か。今度は右左忙しいね。オッケー。オッケーです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあちょっと前半不甲斐ない結果だったんですけど、次はね切り替えてね。はい。ですね。やっぱ自分の悪いところってこう、うん、あれですか。こう手がこうやっぱ先に行くとか。確かに。でも多分みんなそうだと思うんですけど、はい、どんどんちょっとまずいかないなとかなったら手で操作しちゃうとか、うん。僕がそうなんですよね。それでタイミングちょっと悪くなっちゃったり。グッと早く、はあはあ、なっちゃったりするので、なんか前半はもう本当なんか体と手がバラバラっていう感じだったんですけど、うん、やっぱりそう言われて後半ちょっと意識してちょっとなんかスイング遅くなってもいいかなと思って、うん、ちょっとこうヘッドがちゃんと来るタイミングで手と体を一緒に振ろうとして、うん、まあまあ後半良かったんで、うん、上手い人に見てもらうっていうのはねいいね。気づきがね、うん、得られるからね。後半良かったけどね、前半前半のね前半がなかったらね、これがゴルフやね。ゴルフはたまにしかないですよね。いい時もあれば。ほんと、オービーさっき見たかったな。本当やね確かにバーディーやったのにって。69ヤード、5を呼んでいきます。はい、見通し。手で打たないようにするにはこのここ。ここ。なんかかのこちゃん見よったらめっちゃこう脇がこう締まっとる感じがある、ね。ここがこことここがギューってこう締まっとるようにね。締めますね。ギューって三角形がね。うん、ここ。でこれからグッて回すんですか。回しますね。ここまでだったらもうこの三角形を崩さがないぐらいのイメージで。あ、じゃあこのテイクバックしてここでも閉まってるんですか。はい、閉まってます。ここまでは。で、こっちも閉まってます。あ、閉まってる。小さいアプローチとかだともう閉めてますね。あー、はい、すごい。体と手が一緒回って、うん、綺麗な三角形、ね、でもここからこうテイクバック大きくしたら、う
自然にもう脇離れる、離れるもしょうがない。でもここ戻ってくるときはもうまた脇締まってるんですね。体と一緒に持っていく感じ。じゃあこう遠く上げてここに来てまた同じ、うんうん、でここからまた、でまた離れる、うん、あ、うん、練習してみよう、うん、今日の前半のトールはどういう感じだった手を、うん、手がもう先行っちゃって、あ、うん、悪い時やん。で、はい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 、でトップとか出ちゃったり、あ、そうやん、そう、チャーとか出ちゃうんですよね、手がこういっちゃって、手がもう 離れちゃって、あ、脇開いちゃってるし、じゃあここが空いてるんだ、ここが。なるほど、ね、うん、ありがとうございます。はい、まあこれをちょっと次の課題に頑張ります、うん、55ヤード、はい、55度で。じゃあちょっと脇意識してね、絞ってみて三角形崩さずに打ってみます。いい、ストップ、 OK、 めちゃくちゃ入りいいやん、良くなった、うん、めっちゃいいよ、すごい。でもまだ手で打ってますよ。ハーフの取り方が、はい、バサン刺しますよね。鋭角、鋭角にちょっと入っちゃうので手でいっちゃうと、確かに、うん、体の土壌をさせるとこう PGA 選手みたいなポーンっていうターンが、ターフが薄く長く、なるほど、要練習、手入り方が分かるっていう、ハーフで分かるんですね、うんうんうん、なんかファストのよね、これ。そうなんですね、58番、はい、うまい、わー、つまずいた。じゃあ56度、はい、止まれ、おー、うわー、難しい、ゆっそん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 、ユッソンの最上級。ユッソン。6打目いきます。ああ、強いね。ワイリッソン。それ。はい。今日ボール取ってきます。はい。これ行ったね、入らんかったやばいよ、頼むよ、うわー、あぶねえ、マジ汚いわあー、ゴルフ楽しい、よかったらやばかったね、ゴルフハイ乗ってる、これもうたらればやねあー、ゴルフ楽しい、改めてあー、ゴルフ楽しいさあ、パーパーといきます、はい、これはもう入れときましょう、最後、ナイスパップ、よし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 、ナイスパップ、ゴルフ楽しい無理やり左切れました左に、なんかフックしてるの最後、ナイスナイスパップ、ありがとうございます。トリパッドです、はい、うまーい、ナイス、ナイス、はい、トイレです、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、おめでとうございます、おめでとうございます、楽楽の75 3オーバー、はいですね、すご、前半が37、はい、38、38、さすがね、さすがです、この北九州カントリー初めてよ、すごいって僕らどんぐらい行きましたか、太郎さんが89です、89、前半が4148です、あ、41、はい、あ、48、ビギナーですいやでも風も強いし、うん、難しかったですね、自分が85、うん、前半でも叩きましたけど、40、前半が49 49の36、前半36、後半36、後半うまいね、後半だけでは勝ってる、金子ちゃん36、38、かうわー、前半頑張ればまだチャンスはありましたね、そうよ、これもうパターもアプローチもでショット
すごいよね。女子でこうドローはいっぱい見てきたんですけど、うん、フェードでこうあんだけボールを飛ばすっていうのがもうすごかったですね。球が強い、とにかくね。ぜひトレーニングとかスイング動画インスタに載ってますんで、はい、フォローお願いします。お願いします。でちょっともしよければ次回リベンジさせていただければと思ってるんで、ぜひ。正直僕の中で勝てると思ってます。アウトまだ。いけると思ってます。はい。僕は思ってません。まだ諦めません。思いません。諦めません。宮崎行ったら、そうね。はい、リベンジマッチをさせていただければと思いますんで、お願いします。ぜひちょっと近々リベンジマッチお願いします。お願いします。はい。ぜひ皆さんもコメント欄でどんなことしてほしいか、うん、どんどんコメントお願いします。応援欲しい、ね。はい。お願いします。はい。ではこの動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました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 。ナイスプレーです。さすがです。75。さすが。初見の北関で。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。好きだったら全然。うん、だから恋愛と一緒ですよ。引きずります。めんどくさ。父。父いきなり。父は違うんです。父。ゆうすけ、チャンネルがやばい。これやばいわ。この回生死をさまようかもしれない。チャンネルの。